前田殿も。毎度、岩本でございます。今回の動画はですね、8月2日、みずほペイペイドームで行われましたソフトバンク対日本ハムの試合、お届けしたいと思います。結果はですね、6対4、ホークスの勝利となってます。ファイターズ3連戦の初戦、敗戦スタートとなってますね。前のカードまで、オリックスと対戦していい試合ができてたんですけども、まあ、周囲にはだかるそのソフトバンクとの戦い、キュッとひねられたような感もあるけども、まあ、その試合を紐解いていきたいと思います。先発ピッチャー加藤貴之、もう周囲と戦う上で、もう、初戦頼むよっていうところですよね。で、ソフトバンクはスチュワートジュニア。はい。その投げ合いなんですけども、あの結果ね、6対4でソフトバンク勝ったんですが、これも初回にいきなりです。加藤貴之、捕まります。1番バッターの川瀬がもうバットへっしょってピッチャーゴロ。2番の今宮がレフトへのツーベース。はい。で、栗原空振り三振、ツーアウトまで来ました。山川がレフトへのタイムリーヒット打って先制した。ここまでは良かった。次、5番のコンちゃん。カウント2-1、ボール先行から右中間へツーランホームラン3対0というところでね、まあ、加藤貴之がっていうわけじゃないんですけども、コンちゃんによく打たれますよね、ファイターズ。これはね、まあ、チームミーティングでどうなってんのかっていう話ですけども、チームミーティングを行い、ね、その通りにバッテリーが、コンちゃんを攻めることできているのかどうかなのか、ミーティングがちょっとまだまだコンちゃんの何かを追求できているかどうかなのかとかね、いろんなことが考えられます。まあ、これだけ打てばですよ。コンちゃんにやられること多いですよね。3回にはコンちゃんがまたワンワンから右中間にホームランですわ。同じバッターに、しかも元同僚の近藤に2発食らうっていうのは、これもがっくりやね。で、4回の表に反撃ののろしで郡司がもう絶好調やね。うん、ホームラン1点取って、まだまだ試合わからないよというような、そう雰囲気になったんですけど、これね、4回の裏の、甲斐の2エンド通過のホームラン、これが余計やったね。ファイターズ、いや、負けじと打線調子がいいから打って勝つよっていうところで、1点取ったんだけど、4回の裏にまた点取られたっていうのは、ちょっと痛かったね。うん。5回にファイターズ打線がなんやかんやで、スチュワートを攻め込んで、郡司の犠牲フライで、うん、もう1点取りましたと。で、もうファイターズは5回の裏から、柳川がマウンドに上がると。うん、っていう形。ほんで6回に追加点取られ、8回にレースのタイムリーヒットで2点取ったんですけども、結果6対4で逃げ切られたという形なんですね。うん、これが今時系列追いかけた分なんですけども、打線で言うと、今日は1番水谷、2番清宮、3番郡司、4番マルチネス、5番松郷、ほんで6番石井、7番にレース、8番伏見、9番上川端っていうところやったよね。郡司が調子よくホームランも打てば打点も稼ぐ、犠牲フライなどで。で、他の選手もそんな悪くないんですよ。うん、レースも、タイムリーヒット2点タイムリーヒットを打つなど、で、まんべんなくそれぞれの選手がヒットを打ってるんですよ。なので、今日、9安打で4得点、まあ、ピッチャーがピリッとしたら勝てたかもぐらいの試合。僕、ピッチャー出身なんで、ピッチャーに辛く言うけども、ピッチャーがもう、早々と、もう、しかも打たれてはいけない、そういう特定バッターに打たれてるっていうところに、今日は敗戦の要因があると思います。投げてるピッチャー、今日加藤と柳川と斉藤幸也、マーフィーと投げました。まずいい方から言います。斉藤幸也、うん、1イニング、ファイヤーやったね。結局3人三振取ったもんね。なんか、どんどんいい場面でのマウンドは増えます。増えるはずです。今後の斉藤幸也はロックオンですね。で、なんかこう数字がどん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 芳しいものがついていきそうな雰囲気までありましたからね。160キロ近い球投げんのよ。今日も155キロバンバン投げてたやんか。うん、強いリリーバーが一人加わってますね。で、マーフィー、ツーアウトランナーなしからデッドボール、で、ワイルドピッチ、などなどでピンチ。失点こそしなかったけども、バタバタしないことやね。なんかやっぱ急ぎ癖がある。うん、今日の試合でもそうだった。終盤のマウンドだったけども、うん、バタバタっとこう急いで8回の裏のマウンドでね、アウトを早く取らなきゃ。ツーアウトからデッドボール当ててしまった。早くアウトしなきゃ。っていうような、もうそこでちょっと落ち着くような自分もね、作っていただければと思います。柳川、いいマウンドもらってるよ。今日ね、3点ビハインドでマウンドに上がった。うん、5回の裏からね。結果1失点。1安打2三振の2ファーボールか38球。なんでいいマウンドもらったかというと、3点ビハインドで打線ハマったら、自分が野球の流れを変えるべくビシーというピッチングできれば、ファイターズがワンチャンス、ツーチャンスでひっくり返す可能性だと。ほんだら、勝ち星を取るチャンスもそこにあると。よっぽどこの3点ビハインドからマウンドに上がって、負け星は考えられないわ。うん、よっぽど追いついて、その次の点、追いついてくれた、次のイニングで点取られたとかあるけど、いや、あんまりそれ考えられない。どちらかというと、美味しい、勝利投手の
香りがプンプンするマウンド、まだまだこれからマウンドを経験して覚えていくことなんだけど、そういう美味しい場面で声がかかるピッチャーになったということ、これを感じてほしいんですね。今短いイニングで爆発的投球で、新しい自分を見つけてくださいよというような、そういうマウンドをいっぱいいただいてるけども、まあ、今日のマウンドをしっかり捉えて、まあ、ちょっと冒頭も多かったしね、自分の平常心から爆発的投球をするのはどうしたらいいのかというのをもっともっと追求、今後の課題として潰していけばいいんじゃないかなと思った。まあそれにいずれにせよ魅力のある、とっても大型ユニットの、パワーのあるピッチャーやんか。遠回しになりましたけども、加藤貴之、今日4回投げて76球8安打6奪三振でフォアボール0で5失点で敗戦投手ですね。これノックアウト。今日全般的に投球内容で言うと、球の切れとかそんな悪くなかったんですけど、全般的に高かった。これを振り返った時に感じる部分だと思います。それと今日もね、4イニング投げてフォアボール0、分かります、何度も言うけども、初回にしかり他の吸い込まれるような甘い球はフォアボールを出さないコントロールが良くないピッチャーに見えた。コントロールが悪いとは言いません。でもね、今日は伏見にも敗戦の要因をしっかり捉えてほしいよね。というのはね、僕は、加藤貴之までのレベルだったら、わざわざ荒れ球を投げさすことができるピッチャーだと思う。わざわざ散らすボールを使い、ボール先行でもいいじゃない。絞りにくくして、でそこから懐飛び込むクロスファイアとか、アウトコースに沈むチェンジアップ、右バッターですよね。で左バッターだとアウトコースに逃げていく高速のスライダーがあったりとか、十分料理決めに行く前のわざわざコントロールを荒げるような投球を作ることができると思う。なんとなくボール球パーンパーンパーン見してますけども、中途半端や。だってね、逆に見たらスチュワート、今日5イニング投げて70球で被安打5、三振3、フォアボール2、このフォアボール2も結構フルカウントあたりからしのいだ投球もあって、適度にボールが荒れている。これ前も言ったかな。なのでファイターズの打線今調子いいんですよ。その調子いい打線が絞りきれてなかった、絞りにくかったよな、絞りきれるじゃなくて。なので一見いい当たりでも正面つく、微妙に芯をずれてるとか、だからそういう風に見えましたね、今日の試合は。なので加藤までの実力があるんであれば、わざわざボールを散らす、コントロールをちょっと荒めに見せる。もうね、パリーグでに、パリーグでね、1000球以上投げてるピッチャーだと、加藤貴之の投球イメージと映像は各打者、レギュラー陣の各打者の頭の中にしっかり収まってますから、それと違う、その収まってるものをバグらすものを用意しなきゃいけない、僕はそう思いました。はい。なので伏見もあえて今度バッテリー組むとこだ、組むことあったらボール球のサイン必要やね。これだけコントロール、ボールを操れる、体を操れるピッチャーであれば、僕はそう感じました。で、フォアボールわざわざ3つ4つ出してみるの面白いかもよ。その後しのげるピッチャーやもん。あれ今日球荒れとんなと思わせた瞬間にその試合を牛耳ることができるかもね。一つの提案です。毎度お気に入り。